俺がルールだ。変身。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダー01デラックスアサルトウルフプログレスキーです。はい、最新話でパワーアップしたバルカンの新たな姿のアサルトウルフ、こちらに変身するための特別なプログレスキーで、ただこれを作ったのはエイムズとかヒデンではなくって滅亡人雷ネット側で、本来であればジンが使って変身する予定だったんですけど、フワさんがなぜか変身ができて、いよいよ改造人間説が出てきたかな。でもヒューマギアと人間の笑顔のために戦うアルトとは違って、自分の怒りで変身するっていうメインライダーの描かれ方が全然違うのがいいですね。遊び方としてはグリップボタンを押して起動でキー展開で M ショットライザーにセットしてトリガーで変身で必殺技もありますね。で、単体音もなりますが、ここのアサルトグリップ部分は脱着が可能で、別売りのシャイニングホッパーと合体でシャイニングアサルトホッパーにも変身可能と。そしてアサルトグリップ関連はグリップ単体とアサルトウルフと一緒になってるやつと、アサルトウルフとシャイニングホッパーとてんこ盛りみたいなやつも出てますから、手元にあるおもちゃによって選んで買うって感じですね。ではレビューしましょう。そして、あ、今回もちゃんと内箱に入ってて、あ、シャイニングホッパーと同じでメタリック仕様だ。レア枠的な光り方になってって、あ、別でこんな感じで、グリップがテープ付けしてあるわけね。強引に一緒に入ってる感じ。そして光るなぁ。あ、でも、これクリアパーツベースかと思ったら、シャイニングホッパーみたいに。違うんだ。かなり濃いめのネイビーだ。アサルトグリップは、あー、でもさすがにデラックスガングって感じで、かなり見た目かっこいい。押し心地は、甘いな。甘いというか、そんなに奥まで押せないんだ。もうちょっとガチャッと押したい感あるよ。あ、でもこれで連動するわけだね。で、こう切って、こうで、あー、本編通りの形が完成するわけね。で、裏側にロック解除があるので、これで外してあげて、ってことで中身はこうなってて、アサルトウルフプログラスキーとアサルトグリップ。まず、アサルトグリップを今一度ぐるっと見回すと、こうで、グレーの成形色に赤い成形色で、こう持ってこう押す感じなんだけど、わかります?全然ボタンが下がんなくて、質感的にデラックスガング感はあるんだけど、もうちょっとガチャっとね、押したい。ただ押すことによって、ここのピンが連動するね。ここにロック解除ボタンがあって、こういう風な挙動で、プログラスキー側のこの部分にジョイント位置合わせて、押し込むとガチャッと合体と。で、外すときは、こことここを押すと簡単に外れますね。脱着はかなりスムーズ。普段のここのね、カチッと押せる感触よりは、やっぱ浅いな。シャイニングホッパーと同じような特殊形状になってて、ボタンが赤色なわけね。シャイニングホッパー同様にクリアパーツベースかなと思ったら、今回はネイビーのメタリックの成形色で、ただこの色が、まんまアサルトウルフ感あっていいっすよね。あ、ちょっと今気づいたんだけど、これ展開、おーすごい!展開すると、狼の顔が出てくるんだけど、ここの出っ張りなんだろうと思ったら、これ、標準状態でウルフの足になってるんだ。それがウルフの下顎になると、おー!よく考えられてる!で、いつも通りのワンタッチ変形もめちゃくちゃスムーズ。メタリックで光ってってるなー。で、ウルフも、シューティングウルフと比べると、若干絵柄変わってますね。今回の方がちょっとごつい。そして、ここにアサルトウルフの顔がありますから、今までは、モチーフ動物の顔だったので、こういうところも変化してますね。これは、シャイニングホッパーも、同様な感じ。シャイニングホッパーはバッタの形が出来上がるっていう風なギミックになっておりましたが、今回はこちら側にウルフの顔があるわけね。こういう細かいとこいいな。じゃあまずはグリップをつけずにサウンド鳴らしましょう。鳴き声。
アサルトウルフズアビリティで、ウォーンって鳴き声だ。この2音か。発光は、特にないわけね。で、これがグリップつけると、脱着音なるガチャーンだって。おー。で、ここを押すことで、アサルトバレット。おお、鳴き声部分のサウンドが変わるんだ。こっち押すと？あ、完全に音が変わる。で、アサルトグリップをしてるとかなり大きくなりますね。これはパワーアップアイテム感プンプン。この状態で片手変形とかも全然いけますね。そして、ふわさんパワーアップしても、俺がルールだで力技展開してましたよね。で、このグリップ部分は、脱着音なるのいいな。シャイニングにセット可能と。おお、ボタンはまだ押さないでおこう。でもこの連結状態もめっちゃいいっすね。では、仮面ライダーバルカン、アサルトウルフに変身しましょう。ふん。変身。はい、これがパワーアップサウンドだ。アサルトウルフのセリフ部分は割とシンプルめですけど、それ以外の効果音とかかなり印象変わりましたね。なんか音楽に乗せてシューティングウルフみたいな、そういうのじゃない、渋い。英文としてはレディーゴーアサルトウルフの後にノーチャンスオブサバイビング、生き残るチャンスはない、なんという不穏。てかグリップが入ったせいでフワさんの力技展開やりやすそうでしたよね。では行きましょう。待機音とかは共通。やっぱセリフ部分は全体的にシンプルめっすね。もともとメタリックのとこがめっちゃ目立つし、エイムズショットライザーのゴツさが超アップしてる。武器自体もパワーアップ感あるな。で、必殺技はここじゃなくってこっちを押します。アサルトチャージで新しい待機音。サウンドがいろいろ新しい。てか、なんて言った？アサルトチャージからのマグネティックストームブラスト。そういえばセットした際もオーストライズじゃなくてオーバーライズにいろいろ変わってるんですよね。これを踏まえてもう一回。あ、こっち押しちゃった。でもいいんだ。さらにライダーキック。全長がいかに伸びたかわかりますね。はい、これがライダーキック音だ。フィーバーが追加されます。基本はグリップ側のボタンを押しますが、ここを押してもどっちでもいいわけね。ここは押せませんもんね。で、引っ張れば変身解除と。あと岩変身もいけるんだよね。オーバーライズからシャトライズ。レディーゴー、
問題なし。じゃあさらにグリップを外して普通にプログラスキーのみでセットするとどうなる？あ、でもオーソライズだ。オーバーライズじゃない。レディーゴーを言ってないね。アサルトウルフじゃない。必殺。あ、グリップありなしで変わるね。変化する。もうここからさらにもうグリップはめちゃって、あ、でもさっきのアサルトウルフ状態の必殺音このまま発動 OK だ。一応は2種類の変身音で遊ぶことができる感じっすね。なかなかプレイバリュー高め。さらにゼロワンドライバーと連動。てかよく見たらアビリティなんちゃらって書いてないっすね、今回。オーバーライズ。変身。すげえ！もう全然違うライダーの変身音じゃん。セリフとしては、The Eyes、Nothing Stronger、Big Shot Ready Fire、Ready Go Assault Wolf。強力なビッグショットの準備ができてる。火はありません。いろいろセリフの言うタイミングとかかっこいいな。そしてグリップが超出っ張ってるんだけど、もともと特殊形状だからちょっとここでいつもより出ちゃってる感じで、そっからさらにグリップハマってますからね。ビルドドライバー並みの増設感。押し込んで必殺。マグネットストームインパクト。で、さらに、チャージ。あとは、グリップが、ない状態で、変身すると、どうなる？めっちゃシンプル。さっきのエイムショットライダーと同様に、セリフとかがかなりなくなりますね。ストームって言わないわけか。フォースライザー。
うん。単色変身音感。そして、ここめっちゃ赤く浮き上がる。必殺。これもビルドドライバーっぽい増設感出てるな。ここに、あ、やっぱちょっと触ると音出ちゃうね。あと、ここにウルフの顔が大きく見えるのも、意外とあり。で、これがグリップを外すと、また別のサウンドで楽しむことができるわけですね。アサルトグリップのおかげで遊び方が多い。あとはホルダーにセットも可能で、グリップがあっても全然問題ないですね。特に干渉する箇所はなしって感じ。この容量で、グリップあるとでも引き出しやすいな。コネクターとか、こういうところもコネクターつけたままでも全然いけますね。でもこれがあるとあれか、上のプログラスキーが取れなくなっちゃうから、はまるんだけど、つけっぱなしで。上下連続とかそういうのは無理ですね。一番上の部分とかグリップのところとかでも、うん、問題なし。あとは武器関連ですね、ショットガンにセットすると。いけるね、全然。ただいつも以上に違和感すごい。マグネットストームでさらに必殺状態っすね。一旦外して、あ、でもこのデカさいいな。こう持つ感じ、あとはグリップ外して脱着して必殺とか、鳴き声になりますね。また別のサウンドで楽しむことができます。グリップありなしで音変わるのめっちゃいいっすね。はい、ということで仮面ライダーバルカンのパワーアップアイテムのデラックスアサルトウルフプロガヤズキーを紹介しました。出所が滅亡 G9 ネットだったり、なぜかフワさんが使えたり、グリップ脱着でシャイニングホッパーと連結したり、いろいろと現時点ではわからないことが多いんですけど、とりあえずおもちゃ的なサウンドとしてはグリップありなしでサウンドが変わって、いろんな音声で楽しむことができましたし、意外とエイムズショットライザーの銃状態グリップハマってるとかっこよくって、エイムズショットライザー自体もパワーアップ感出てましたね。フワさんが破滅へ向かってる感があるので、今後の展開どうなるんですかね。以上、仮面ライダー01デラックスアサルトウルフプログラズキーの紹介でした。